so good together. Like Bonnie and Clyde, yeah, that kind of vibe. A love that couldn't last forever. Explosive, right? You're dynamite. But now my heart's so heavy. You moved on with your life and left me out. I thought that we would last forever. Like Bonnie and Clyde. Baby, now I'm here in the flashing lights, drowning out my sorrows. Looking for someone in the neon lights who could make me live.今軽く1キロぐらい試乗したんですけど、まずこれ多分50ミリハイトだと思うんだけど、まあ、それでも私の感覚的な話いくと7ぐらい。テストバイクの紹介すると、まずフレームが S ワークスのターマックディスクですね。でコンポーネントは主に、スラムレッド、12速今話題の、まあ、昨年から話題かの12速のものがついてます。なんでチェーンとかめちゃくちゃ細いし、ここね、踏み心地どうやった？踏み心地、どう、まあ進むよね。力伝わる感じしたはするけどそうね、まあテストバイクだからね。もうちょっと見直すとしたら、私だったらコンポは見直すかな。スラムじゃなくてもうちょいここら辺をね触ってあげるともっとカチッてするかなって感じがする。今感覚的な話、ごめんなさい、感覚的な話ですこれ。で私が組むなら、そのまあ今マミが欲しい S ワークスターマックのクイックステップエディション、サドルはどうし、パワーサドルでいいかな、やっぱシマノがいいかなって感じかな。まあフレームがやっぱりいいんだろうね、ホイールと。なんでホイールはすごい気になる。ホイール単体でどんなもんかって、例えばエボにつけたらどうかっていうのはすごい気になる。それは言えてるな。うん、それはある、いいバイクですね。はい、どうでしたか、直感的な感想でいいよ。まず、最初に思ったことが、軽いよね。軽いね。まず軽いなと思ったし、走ってて、最初そんな別に違いとか、すごい実感するわけじゃないんやけど、ブレーキを最初にした時、めっちゃ効くって思って、今日すごい感動した、初めて。まあそれはコンポの話ね。なんで、進み具合は、まあ乗り続けてる時に、結構距離、まっすぐ距離走った時に、やっぱりそんな力使ってないのに進むなって思った。そうやね、ホイールだと思うんだけど、結構転がる、すっごい転がる、で、よく言うとロングライドとか、その一定の速度走るのに向いてるかもしれんけど、すごいそれ向いてそうな気がした。だから全然足疲れなくても、そう進んでく感がすごいあった。反応性とかでいくと、なんかマビックとかの方があるような感じはする。なんかカンパ寄りというか。なるほど。そう、あとこの電動コンポね、軽い、カチッてしただけでウィンウィンっていくから、ちなみにこれね12速、チェーンも細いし、カセットスプロケット12枚、まあ軽いよね。まあ軽い、まあ、操作方法もスラムは、まあ分かりやすいというか、右で重くリアが重くなって、左でリアが軽くなる、軽くするっていう。で両方押しでフロントと、インナーとアウターを切り替える。そのこっちのなんていう操作感は別に電動じゃないやつね、とそんなに変わらんの、軽い感じで、けどアウターとインナーを切り替える時の移り方がウィーンガチみたいな、力いらないってことね。軽い、やっぱ一泊遅れずに変えれる感じがする。で電動は軽いよね、フロントディレイラーが特に電動は軽いいとは思う。であとサドル
パワーサドル、カーボン。言うだけあっていいやな。有名なだけあって。そう、うん、あのやっぱ体にいいと、うん、血流の流れとか、なんか考えら医学的に考えられたサドルっていうらしいんやけど、お尻に優しい感じ、うん、すごいフィット感があって、カーボンじゃなくてもいいと思うけどね、うん、ちゃんとここは短いから擦れる感じが、この太もも内股にすごい擦れるの私の。じゃあ今買ったらどう、あれもう合ってないから、ここ多分ね、ここも幅広いから、うん、乗りやすいと思う。今のあのプロロゴのサドルは細すぎる、うん、細い硬い、ちょっと硬いね、カチカチやからさ、ここにだから乗る点がな、私の骨盤が乗り切ってない、あの骨盤女性の方が広いし乗り切ってないし、うん、あとしかも今パッと履いてないからね今日。それよ、ほんまよ、パッと履いてないのに、この感じは、そっか、いやもちろんやけど、うん、多分その S ワークスのターマックのフレームの特性がまだ分かりきってないから何とも言えないけど、うん、もうカーボンレールやし、うん、カーボンシートポストやし、もうそれも影響あるよ、しなってるというか振動吸収の、振動吸収がいいんか、そうだから、これよりももう一個の何だっけの方が振動吸収がいいんやろ、ルーベ、まあホイールもカッチカチじゃない気もするんだよね、ちょっとまだ分かってないんだけど、カッチカチのホイールってわけじゃない気がするんだよな、うん、あ、それは思った、別になんかマイルド、あのなんていうの、あ、そうマイルドやな、あのね結構柔軟性はある気がする、うん、なんかそう思う、こうしか進まんじゃなくて結構細かい角度に対応できてる感じ。自分の好みはもうこれ瞬間的に反応するホイールが好きだから、ちょっと違う、あ、正直。ただこれロングライドにめっちゃ履きたいホイールではある、うんうんうん、ホイールがね、ホイールがってことはディスクに変えなあかんじゃん。ディスクやっぱもう今ディスク、そうね、キャリパーは買う気ないから、うん、まあいいホイールだしいいフレームだったね本当に、うん、そこは思った、うん、まあちょっと上級者な感じはするけど、まあいいんじゃない、もう買っちゃえばターマックがいいんでしょ。いやいや、アラフィリップさんでももう本当に買うんだったらルーベとかも乗った方がいい、ルーベベンジも。本当に買うんやったら、本当に買うんやったら、分からん、アラフィリップモデルが出るかは知らんけど、え、ターマックやろ、アラフィリップターマックやな、ターマックなんて。今日は残念ながら私のサイズがなかった、サイズがなかったっすね。はい、49のサイズあるお店あったら教えてくださいぜひぜひマミの新車選び、私の2代目の候補であるターマックの、ターマックアラフィリップさんモデル限定で探してます、探してます。だから2019年を我慢して2020年モデル、うん、もう、うん、その要はクイックステップモデルが出たら、うん、それを狙うっていうのもあり、ありかな、うん、だって今の時点で残ってるやん。あ、そうやね、やっぱ高いで、そんな早く売れるとは思えん。そうかな、うん、いや売れちゃうからかっこいいもんね、かっこいい、ウルフパック、うん、まあ色は正直好みじゃないけど、色は好みじゃないけど正直好みじゃないけど、まあかっこいいし、あとまあどっちかというと私っていうよりケイさんに乗ってほしいやけどな。いや、これはケイさんがあれ乗ったらかっこいいなっていうのはあるよ、正直。出たよ、俺がターマック乗るってやつそう、あ、でも私はあのモデルのアラフィリップモデルじゃないと買う気はせんから。ケンさんはもうちょっと悩みたい、うん、フレームは。まあね、わかるよ。いや、うん、色とかいや青、あれは逆に言うとあの青と黒一番好きな色やねん。あの私緑好きとかじゃなくて、うん、青と黒が一番好きなんや。ドンピシャやん、ドンピシャやで。あのほら、あのレヴォーグがそうやん、青と黒でカスタムしたから、うん、好きなんやって。あの、うん、スワークスは、あのほらレヴォーグの上にあれが乗っててみ、うわこの人俺に買わせようとしてるマジかよ。あれ54か今あるのね、そう、もうぴったりなんですよサイズ2人の意見が一致しないっていうね。まあそういうことで、ちょっとこれから探していこうと。ディスクね、ディスクロードの
何しようかっていう探しをしていこうと思います、うん、まあでも本当にスペシャライズと良かったです。スペシャル良かった S ワックス。いやこれなんかもうレース機材として人気な理由はわかる、うん、もうみんな乗ってるイメージすごいよ、うん、なんか S ワックスじゃないレース出てる人って、うん、あそうそうそんなイメージそんなイメージがすごい強い、うん、特にターマックとか、うん、ベンジ、うん、今日はいい経験になったね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。